スノーマン渡辺翔太、二つの恋の相手に北かな&林メアリが決定、アットホームでいい現場。9人組グループ、スノーマンの渡辺翔太、31、が連続ドラマ単独初主演を務める日本テレビ深夜ドラマ、先生さようなら、毎週月曜深0時59分、30分かける全10話、来年1月スタート、に、渡辺演じる田村拓郎の、過去、と、現在、それぞれの恋の相手役として北かなと林メアリが決定した。林は今作がドラマ初出演となる。このほど、渡辺からクランクインコメントも到着した。原作は安越、先生さようなら、ハイライト、小学館、別コミフラワーコミックス。高校時代、主人公の田村は冷めた高校生活を送る中、担任で国語教師、内藤由美子、北、がこっそり書いていた小説を読んでしまい、由美子を意識するところから恋の物語が始まる。そして現在、美術高校教師となった田村が担任を務めるクラスの高校3年生、城島弥生、林、が未だに学校に馴染めないのを見て、美術部に勧誘。弥生はある時美術室で、一人の女性で埋め尽くされた田村のスケッチブックを見つけ、秘密を垣間見てしまったと意識するところから恋の物語が始まる。